こんにちは、スケダラです。今回はアベレーションにテックストライダーを持ってこようと思います。私はね、ボスを倒すまではなるべく他マップからアイテムとか生物をね持ってこないようにするっていう自分ルールを設けてるんだけど、前回ね無事ボスを倒してそのルールが解かれたということで、早速ねぶっ壊れ最終生物のテックストライダーを持ってこようと思います。で、持ってくるルートなんだけど、ストライダーはねオベリスクから直接出さないといけなくて、でアベレーションのオベリスクって2箇所しかないんですよ。地上と最下層、この2箇所なんだけど、ストライダーって低温ポットに入んないから歩きでねここまで持ってこなきゃいけないんですよ。で、どっちのルートがいいかというと、まあ、まずね最下層の方のルートなんだけど、まず最下層にはねロックドレイカーたくさんいて、でそいつらからね守るとなると結構厳しくて、でたとえね最下層を抜けたとしても次がね下層ということで、スピノサウルスとかロックドレイクとか本当に強い恐竜いるし、なんならリーパークイーンもねいるから、そいつらからストライダーを守りながら拠点に連れてくるっていうのは結構厳しいと思うんで、まあ最下層ルートは却下と。うん、普通にストライダーが持たなくて死んじゃう可能性が高いんだよね。だから消去法的に地上のオベリスクから連れてこようと思います。まあ地上のオベリスクも危険なんだけど、最下層に比べたらまあまだ安全な方なんで、そっちから連れてきます。ただ地上といってもアベレーションにはね地上が3箇所ありまして、今回はそのうちのこの左上の地上、ここをね使います。ここが一番オベリスクから距離が近いんで、まあ、テックストライダーも安心して歩けるということで、早速やっていきましょう。はい、まあ地上はねこんな感じでリーパーがたくさん湧きますと。なんでここもね危険っちゃ危険なんですよ。ただもうほらすぐオベリスクに着いたんで、ここが一番いい。まあ、とりあえずここら辺に湧いてくるリーパーを落としていきましょうか。とりあえずあらかた落としたんで、早速出していきましょうか。まあ、とりあえず護衛用にスピーノは持ってきましたと。こっからストライダーをダウンロード。来た。これでストライダーを出しましたと。で、一旦セーブワールドしようか。こういう生物をダウンロードした後はエラーが起きやすいから、セーブワールドして、よし、じゃあ帰ろうか。湧くのが早い。まあ、こんな感じで処理しながらやっていこうか。ここの橋の上がちょっと怖いんだよな。こっから落とされるとちょっと面倒だから。まあでも大丈夫だね。事前に落としておいた甲斐があった。で、そしたらもうあそこがね、入り口なんで、帰れると。まあでもこれでね、はい、オッケー、これでおしまいよ。あとは降りると。邪魔、降りれない。何この状況。
よし、それじゃあ、地上も抜けたんで、今上層だね、ここは。そしたらあとはもう拠点に帰るだけです。はい、ということでね、拠点に帰ってきました。ストライダーのいいところは、まずトランスミッタの機能があるところだね。これでわざわざオベリスクに行かなくても、他マップからこんな風にアイテムを取ってこれると。まあ、公式サーバーとかでやってたら、そこら辺に湧くクレートで、まあ他マップからアイテム持ってこれるんだけど、ローカルだとそういうことができないから、まあトランスミッタだったりこういうストライダーが必要になってくると。いちいち地上か最下層に行くのめんどくさかったからな。いや嬉しいわ。そしてやっぱりね、ストライダーといえばまあぶっ壊れの採取生物ってことで、あのね、ドリルアタッチメントがついてないと採取はできないんだけど、まあこれはね、ドリルアタッチメントなんで採取ができると。で、ただ採取するだけじゃなくて、こういうね、テック専用ストレージを使うことで、さらにね、効率よく集めることができると。まあこれね、金属鉱石。ストレージは、エングラムがなくても使えるのがいいね。で、これね、専用ストレージにアイテムを転送。で、さっきのストレージとリンクさせると、金属鉱石。これで準備完了と。あと、地味に、これ、充電をペットに与えれるんだね。今2500ぐらいだけど、それを与えれると。おぉ、増えてるね。うん。こういう能力あったんだな。まあ、ただやっぱ、こいつには採取してほしいから、この能力はあんま使わないかな。ってことで、じゃあ採取しに行きますか。はい、まあ、こんな感じで金属鉱石は取れますと。で、リムーブってあるじゃん。取った後にリムーブ。これは、取った金属鉱石が、さっきのテックストレージに入ってるっていう、便利機能だね。まあ、石とかは、残っちゃうから、こういうの捨てていくと。まあ、こんな感じで楽々と金属を集めれると。アベレーションは金属が多いから、もうこれでバンバン取れると。まあ今まではね、カルキノスとアンキロを使って取ってたんだけど、まあ、やっぱいちいちこうやるのめんどくさかったんだよ。カルキノス出して、でアンキロ掴んでやるっていう、この作業がちょっとめんどくさかったから、テックストライダーのおかげでその作業が分担できると。さらっとネームレスいんな。倒した。倒した。すげえ。ストライダーでネームレス倒すことなんてそうねえぞ。てかなんで湧いてんだ。ひょっとしてテックストライダーが高すぎて光が届いてないのか。あ、やべ、どんどん湧いてくる。あ、そういうデメリットあんのか。まあもうこうなった時は降りてやるしかないと。
これか、この放電範囲っていうのを上げればいいのかな。上げれば下にも届くようになるかな。お、これ届いてんのかな。ちょっとそういうデメリットもあるんだな、知らなかったわ。まあ、こんな感じでバンバン取れると。しかもストライダー自体が大型生物判定だから、こういうね、アラネオモーフスとかヒタノボアとかそういう小型の肉食には敵対されないっていう非常に優秀な能力。あ、またネームレス湧いたな。やっぱダメか。ちょっとそうなった場合はもう頑張ってスピノとかに処理してもらうしかないな。で、今ね、ま、金属鉱石でリンクさせてるから、まあ、こういう金属鉱石が取れる石とかしか採取しないんだけど、まあ、リンクをね、解除してあげれば、こんな感じでベリーとか、いろんな生物、いろんな資源を取ってくれると。いう感じの、まあ、すごく優秀な、テックストライダーでしたと。で、これね、俺最近知ったんだけど、まあ、テックストライダーって、オビリスクと違って、まあ、貢ぎ物とデータしかなくて、オビリスクだとここにね、生物っていう欄があるんだけど、まあ、それこそテックストライダーをダウンロードしたみたいな項目があるんだけど、これどうやらね、使えるらしくて、表示されてないだけらしくて、まあ、マウスとかだと、こんな感じで表示できないんだけど、俺まあコントローラーでね、基本やってるんで、ほら、こんな感じで出るんだよ。だから、まあ、こいつ自身をまたアップロードできるし、これも出せるってことだよな。出たー！ほほほ、2体目のストライダー出ましたね。まあ、こんな感じで、1体持ってくれば、あとはもう1体も簡単に呼び出せると。いう風な能力があるんだね。俺もこれ最近知ったんだけど、すげえ優秀だね。はい、ということで以上、ストライダーを拠点に持ってくるだけの動画でした。これでね、他マップからの物資を簡単にね、取り出せたり、あと素材をね、バンバン取れたりするんで、アベレーションをね、よりもっと快適に過ごすことができます。はい。っていう感じで今回はね、以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。